はい、どうも、平井先生。どうも、カイネです。今日なんですけども、以前、はい、韓国のスニーカーズの方なんですけども、こちらアプリがね、はい、いろいろとアップデートされるんじゃないかというようなお話させていただいてたんですけど、はい、だからこっちの方がアップデートが遅れるんじゃないかみたいな話が出てきてるんですよね。はい、なんかまあ、どういう影響かとか、そのあたりのお話をね、今日はできたらなと思うんですけども、はい、その他陸情報がいくつかあるんですかね。あ、そうですね。僕らが気になってるエアジョーダン4の、サンダーの続報であったりとか、うん、あと、ズームコンフォート2で、あるアーティストのコラボが発売されるんですけど、はい、ちょっとそれ面白かったんでご紹介されてもらいたいのと、うん、本日アメリカの方で、スーパーボールのハーフタイムショーでリアーナが出たんですけど、うん、まあ、彼女が履いてたスニーカーとか、ちょっと説明したいんで、うん、この後やりたいなと思ってるんですけど、はい。はい、このチャンネルではスニーカーファッションに関する陸情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっています。チャンネル登録もお済みでない方は、この機会にチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、我々 Twitter と Instagram やってみますので、概要欄の方にリンク載りますので、気になった方もよろしくお願いいたします。ぜひお願いします。はい。はい。私ちょっとお休みいただいています。はい、そうですね。はい。はい、まあ、出張兼遊びって言ったらいいですかね。はい、ああ、そうですね。はい。で、ちょっと沖縄の方に行っておりまして、はい。はい、無事帰ってこいなんですけども、はい。はい、はい、じゃあ早速、リンク情報なんですけども、はい、なんか香港のナイキの方で何か動きがあったんですか？まあ、ちょっとこれがになるんですけど、うん、僕が買えなかったトム・サックスとナイキ・クラフトのコラボのフィールドブランありますよね。はいはいはい。香港のナイキの方では、ギリギリ僕でも履けそうなサイズが余ってるんですよね。ああ、そうなんですね、はい。日本のスニーカーズの方で、このトム・サックスのフィールドブランっていうのは余ってるんですけど、うん、もう24センチぐらいのサイズとかしか残ってないんですよね。あ、そうなんですね。はい、そういった中、ギリギリ僕でもカバーできるかなと思えるようなサイズが、まあ、残ってたっていう話と、あと、ちょっと下の部分見てもらいたいんですけど、はい、アママーニエルとエアジョーダン2のコラボの、これ小さいサイズになるんですけど、まだ余ってるんですよね。あ、そうなんですね。そうなんですよね。はいはい、日本の方ではね、ほぼ全サイズ売り切れてるんですけど、香港のナイキや中国のナイキであったりとか、たまにね、ナイキのコラボのスニーカーが割と残ってたりするんですよね。ね、まあ、海外とはね、ちょっと国内と、そうなんですよ。まあ、需要の状況だったりとか、在庫の状況も異なるということはありますからね。そうなんですよね。はい。はい、エアジョーダン4のクラフト、もうすでに発売されてるじゃないですか。はい、これ、海外ではもう売り切れてるので、香港の方は。これ売り切れてますよね。そうですね、香港で売り切れなんですね。はい、あとちょっとまあ気になるのがこの真っ赤なエアホース、はい、僕ちょっと実は気になってるんですけどね。これカラーオブマンスとして発売されるんじゃないかって言われてる一足なんですけど、はい、日本のスニーカーズ来てないですよね。そうなんですね。UK のスニーカーズとかでは出したら来てたと思うんですけど、はい、僕もね、このレッドのカラーのものよりいいなって実は思ってるんですよね。そうなんですよね。はい。で、続いてなんですけども、US のストック情報みたいなのが出てきてるんですか？あ、そうなんですよね。はい。うん、エアジョーダン4のクラフトありますよね。はい。フォトンダストなんですけど、これ日本の方で発売されまして、うん、僕らこれ実は同じようにしてるんですよね。そうなんですね。今回ちょっと見送ったんです。はい。で、日本の方ではもうこれすでに売り切れてるんですけど、はい。同じく US のスニーカーズの方で、このエアジョーダン4のクラフトが発売されまして、うん、ストック数っていうのが出てきてたんですよね。かなりの数ですよね、はい。あ、そうなんです。はい。メンズの方が、これ US のスニーカーズへのリリースになるんですけど、うん、約12万7000足だったんですよね。多いですよね。そうなんですよ、うん。はい。で、それ以外の小さいサイズでのリリースのストック数っていうのが約3万足ぐらいだったんですよね、これ、ね。そうなんですよね。はい。合計すると、まあ、約なんですけど、16万足ぐらいリリースされてるんですよ。うん。はい。で、これがね、US のスニーカーズのみだけのリリースなんで、それ以外の小売であったりとかの発売合わせると、結構数多かったんじゃないかと思われるんですけど。ましてや海外含めるとかなりの数になりますよね。そうなんですよね。はい。まあ、日本の方でも発売されて、ちゃんと完売してるんですけど。うん。はい。僕はこれね、同じようにしたかったんですよね。そうなんですね。はい。はい。で、続いてなんですけども、US のスニーカーズの方で、はい、エアジョーダマン廃業時のイメージになるんですけども、はい、リバースペイニーの方なんですけども、はい、こちらなんかスニーカーズスタッシュが出たんですよ。そうなんですね。はい。スニーカーズスタッシュで発売されまして、うん、ちなみにね、これアメリカであったりとか日本の発売は2月の17日だったと思うんですけど、うん、先行で発売された分のストック数っていうのが出てきてまして、はい、見てもらいたいんですけど、まあスニーカーズスタッシュということなんで、うん、ある特定の地域にいないと買えないね、ものになってるんですけど、うん、これ1500足だったんですよね、これね。ああ、まあまあ、やっぱり少ないのは少ないですね。あ、そうですよね。はい。まあ今後、一般発売が控えているんですけど、まあ先行でスニーカーズ冊子分で発売された分が、まあ1500足ぐらいだったっていうふうに、海外のリーカーガンザルが言ってたんですけど。はい、僕このカラーリング好きなんで欲しいんですけど、はい、でもウィメンズというのは、ね、買えないですしね。はい、まあ、このリバースレイニーっていうのは、うん、マイケル・ジョーダンが採用した高校がレイニー高校っていうんですけど、はい、そこの高校の、まあ、スポーツチームの、ね、カラーじゃないですけど、そのカラーの、
落とし込んでるエアジョーダン1汎用時は過去に発売されたんですけど、それを反転させているようなリバースレインということなんで、反転してるモデルとしてウィーメンズで発売されるんですけど、うん、はい、はい、続いてなんですけど、ナイキ SB ダンクローのディーコン N7 ですね。あ、そうですね。はい、こちらは以前から紹介されてもらってるんですけど、はい、着画でいろんな角度が撮ってる写真が出てきたんで、ちょっと見てもらいたいんですけど、ファンキーキックスさんの方が、まあ、吐いて投稿してる写真がいくつかあったんですけど、うん、はい、こちらはね、以前紹介されてもらった、最初に紹介されてもらったカラーで、ホワイトブラックのカラーになるんですよね。はい。はい、ちなみに SB ダンクロー N7 っていうのは、N7 っていうのはナイキが、スポーツを通して、北米にいる、先住民であったりとか、ネイティブアメリカンの方をサポートするっていう、まあ、プログラムなんですけど、うん、はい。で、それの新作として、ナイキ SB ダンクローのこのホワイトブラックの方がね、出てきてまして、まあ、こういった着画の投稿になるんですよ、うん。はい。はい。キャンバスの素材とスムーズレザーで構成されている、このナイキ SB ダンクローになりまして、うん、ところどころ刺繍で、フラワープリントであったりとか、鳥の絵が入ってるんですよね。はい。で、集団の部分がナイキ SB ダンクローなんですけど、アスタンじゃないんですよね、これね。そうなんですよ。はい。で、アウトソールが、クリアソールになってまして、この一足ちょっといいなと思ったんで、日本の発売相手はちょっと狙いたいと思ってるんですけど。そうですね。はい、これ、僕、キュアついてなかったんですけど、はい、クリアソールの下地ですね。はい、なんかこう、ペンキでね、ペイントしたようなデザインになってる。なんか、ストロークしたような感じのデザインになってるんですよ。なんか面白いですよね。そうなんですよ、ね。まあ、これ以外にも、ほぼほぼオールホワイトのようなデザインで、アープリントの刺繍が入ってるモデルももう一足あるんですけど、はい。ちょっとこのブラックの方が、ホワイトブラックのカラーがちょっと気になるなっていう感じですかね。はい。で、続いてなんですけども、ナイキダンクハイのウィメンズで、オキシジンパープル、ね。そうなんですよね。はい。これ以前紹介させてもらった、ナイキダンクハイになるんですけど、うん、追加でまずこれウィメンズやったんですよね。これ名前も変わったような気がします、ね。そうなんですよね。オキシジンパープルっていう名前がついてまして、うん、まあ、カラーで言うと薄いライラックのカラーとホワイトのカラーとセールのカラーで構成されるナイキダンクハイなんですけど、うん、シューレースのあたりと、通しの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、カラーの方が一応ココナッツミルクっていう風に書いてましたね。うん、海外のスニーカー掲載との方に。はい。まあ、こういった春らしい一足が、まあ、春頃に発売されるんじゃないかということを紹介されたんですけども。はい。はい、で、続いてなんですけども、ナイキエアモアアップテンポのスライドですね。はい。はい、そうなんです。こちらナイキエアの交差点ができまして、発売が近いんじゃないかって言われてる、このサンダルなんですけど、うん、はい、まあ、以前紹介されてもらった、ブラックのモデルありましたよね。うん、モアテンのスライドの、モデルになって、いつ発売されるんだろうかっていう話をずっとしてるんですけど、はい、そういったのがこのホワイトに、エアって書いてる部分がブラックモデルの公式写真が出てきてたんで、うん、そろそろ発売の情報出てきてほしいなと思ってるんですけどね。そうですね。はい、一応2023年って書いてるんで、はい、まあ、春夏に発売されるモデルになると思うんですけど、まあ、僕はこのカラーよりかはブラックのカラーの方がちょっと欲しいなと思ってるんですけどね。はい。で、続いてなんですけども、ティアナ・テイラーと、はい、ジョーダン1ズームコンフォート2のコラボですか？そうなんですよね。うん、はい。ローズ・フロム・ハーレムっていう通称のタイトルがついてるんですよ。はい。はい、ちなみに、ティアナ・テイラーっていうのは、歌手でもあり、まあ、ダンサーでもあり、以前ね、3年ぐらい前の彼女のアルバムで、うん、G アルバムっていうアルバムを、多分ここの動画で1回だけ紹介してたと思うんですけど、よかったんでお勧めさせてもらったと思うんですけど、うん、そんなね、ティアナ・テイラーとズームコンフォート2のコラボで、2023年に発売されるんじゃないかというふうに持ってらっしゃる方も投稿できるんですよ、はいはいはい。カラー的には若干シカゴに近いかなっていうようなカラーで、レースのカラーがイエローになってるんですよね。うん、はい、ちょっと面白いなと思ったのが、単独の部分の片方は、ティアナ・テイラーのテイっていう風にアルファベットに入ってまして、うん、もう一つは、スーッシュにトゲがついてるデザインになってるんですよね。そうなんです、ね、はい、まあ。全体的にこのバラのトゲが落とし込まれているようなデザインになってるんですけど、うん、はい、ちなみにね、ティアナ・テイラーの曲で2018年のシングルでこれヒットしたんですけど、うん、ローズ・イン・ハーレムっていう曲があるんですけど、うん、これがインスパイアになってるんじゃないかっていう海外のスニーカーデザインの書いてあるんですけどね。これはスーッシュがかなり面白いデザインになってましたね、今回。あ、そうなんですよね。はい。でか、スーッシュで、トゲがついてるんですよね。なんかね、はい、サイド、まあ、はい、外側の部分になるんですけども、はい、サイドソールにまでね、そうなんですよ、ね。泳ぐぐらい、下に潜ってる。めっちゃでかいですよね。なってますよね。はい、内側ですね、足の内側の方のスーッシュについては、まあ、トゲが生えてるようなデザインになってるということで、はい、かなり面白いデザインだなっていうところですよね。はい、トップのアイレットの部分ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、内側に、ローズって書いてまして、もう片方の内側にはフロムハーレムって書いてます。ああ、ほんまですね。はい、で、履き口のあたりちょっと見てもらうとクラック加工してまして、ちょっとね、エアジョーダン1ハイオージのシカロロストアンドファウンドを思い出したなっていう感じなんですけど、これ、はい、
いいですね。はい、そうなんですよ。面白い。一応まあ、履かれてる方がメンズの方なんで、今のところメンズのリリースなのかなってちょっと思ったりとかしてるんですけど。僕はあの、ズームコンフォート持ってないんですけど、はい、このデザインちょっと面白いんで、ちょっとありかなと思ってますけどもね。あの、ズームコンフォート2の新作もね、いくつかね、今年に入ってから紹介されてもらってるんですけど。かなり数出てますよね。はい。コラボで紹介されてもらうのは、これ初めてじゃないですかね。今後もね、はい、まだまだズームコンフォートの2発売されるんじゃないかなという気がしますけどもね。はいはい。で、続いてなんですけども、ブラックコムデギャルソンと、ナイキテニスクラシックのコラボです。そうなんですね、はい。今見てもらってる写真ちょっと見てもらいたい。2足発売されるみたいで、うん、一応ね、発売の時期っていうのが2023年の、まあ、後半っていうふうに海外のスニーカー掲載店に書いてまして、はい、ちょっとシルバーと言いますか、グレーのようなカラーになってるモデル見てもらいたいんですけど、一応ね、これ通称の名前がブラックってなってるんで、うん、ブラックっぽくないんですけど。そうですよね。そうなんですよね。はい、まあ、ほぼほぼオールレザーの、まあ、この、ね、ナイキテニスとブラックコムデギャルソンのコラボになるんですけど、うん、でもう一つオールホワイトのカラーで、まあ、こういったものが存在するということで海外のスニーカー系たちに紹介されたんですけど、はあはい、でそれに続いてまた同じくファッションデザイナーとのコラボの話になるんですけど、うん、ジャックムスとナイキエアフォースアローのコラボで2足発売する情報でできるんですよ、ね。ああ、そうなんですね。はい。これも2023年の今年中にリリースされるということで出てきているんですけど、ただ写真がね、この2枚しかなくて、うん、全体がわかる写真じゃないんですよね。早く出してほしいですね。そうなんですよね、はい。はい。カラーの方がホワイトのカラーとブラックのようなカラーの2足リリースされるみたいなんですけど、うん、写ってる写真を見る限りでは、一応デュブレの部分の AF1 じゃなくて JF1 っていう J っていうのはジャックフムスの J だと思うんですけど、はいはいはい。はい、まあコラボを表すようなこのリュウグネのデザインと、あともう一つちょっと面白いのが、手に取ってねシューレースを紹介してるんですけど、うん、はいはいはい、このシューレース見た時に以前発売されたジャックムス と、ナイキアフマロのコラボってシューレースの先がこういったデザインになってるんですよ、うんうん、はい、その時のコラボで見られたデザインをこのエアホースでも使ってるんだなっていうのが分かる写真やったんですけど、うん、ただ全体の写真がないんですよね。はい、はい。ただ、ジャックムスとこのエアフォースアローのコラボ、ホワイトのカラーちょっと全体のね、写真早く見たいなと思ってるんですけど、うん、彼、この間のね、エアフマラのコラボであったりとか、うん、最初に出たクリームの、まあ、ウィーメンズのサイズになるんですけど、あれとかもかっこよかったんで、うん、このエアフォースアローのコラボちょっと気になるなと思ってるんですけどね。はい。はい、で続いてなんですけども、ピースマイナスワンとナイキコンドーワン、はい、パンダですね。こちらの情報が出てきてますか。あ、そうなの。覚えてらっしゃいますかね。これ忘れてましたよ。前から欲しかったやつですけどもね。これちなみに以前紹介した時って、うん、ナイキのオーラ、こうした写真が出てきまして、去年のね、8月ぐらいに紹介してるんですよ。でもそこから情報が、うん、そうなんですよね。うん、ないということで、はい、で、ナイキの方からこういう写真が出てきた時に、うん、2022年の後半にね、発売されるだろうっていう情報が出てきたんで、うん、ご紹介させてもらってたんですけど、はい、去年出なかったっすよね。そうなんですよね。はい、でね、持ってらっしゃる方の投稿でこういったのに出てきてたんですけど、うん、ただ2番目のカラーっていうのを紹介してるだけであって、いつ頃発売されるかっていうことね、書いてないんですよ。はい、ただその去年の8月にね、そのナイキの好写真出てきてたのを考えると、もうそろそろ出てもいいかなと思ってるんですけど、はい、前回発売されたピースマイナスワンとナイキのコラボのコンドーワンっていうのはほぼほぼオールホワイトのものやったんですよね、はい、で今回のカラーっていうのはブラックホワイトということで、通称名前がパンダってついてるんですけど、これ一足いいっすよね。これね、はい、出してほしいんですよ。これ欲しいんですけどもね。ホワイトのカラーの以前のモデルいいなって言ってたんですけど、買わずにどうしようかなってなってたらか、こういったカラーが出てきてたんで、こっちの方欲しいなっていう気持ちになってたんですけど、去年出なかったんですよね、これね。そうなんですよね。はい。まあ、今年の前半にぜひとも出てほしいなと思うんですけど。はい。僕、ちなみにね、はい、ピースマイナスワンのエアホースは一つ持ってるんですよ。あ、持ってましたよね。はい。はい、続いてなんですけども、はい、これは小ネタですか？そうですね、うん。これね、ヤフーニュースにも出てたんですけど、はい、去年の動画で今年の3月ぐらいに、東京の渋谷に、イタリアのミラノの方で先にできているワールドオブフライトって言われる、ジョーダンの専門店ができるというのをさせてもらってたんですけど、うん、これね、まだ新たなリークで示唆するような画像が出てきてるんですよね。はい、一応ね、これヤフーニュースで出てたんですけど、うん、来月なんですよね、これね、オープンが。はいはいはい、はい。渋谷のホームにオープンするんですけど、うん、で、以前イタリアのミラノに、すでにもうオープンしてるお店を紹介されてもらった時に、ヤングマンロゴの入ってるシュートリーとかが店に置いてあって、これ買えるんじゃないかっていう話もしてたんですけど、おそらくそういったものが発売されるんじゃないかと思われるんですけど、うん、はい、これヤフーニュースで出てたんですよ。
あ、そうなんですか。それ見たときに、あ、そうや、去年そんな話したなっていうことをちょっと思い出したという話なんですけど。はい。で、続いてなんですけど、これも小ネタで、マクドの話ですか？あ、そうなんですよね。はい。本日、アメリカの方で、スーパーボールのハーフタイムショーを行われた時に、CM が流れてたんですけど、はい、その CM っていうのが、アメリカ時間で2月の14日発売になってるみたいなんですけど、うん、マクドナルドと、ミーゴスのオクセットと、まあ、ミーゴスのオクセットの、奥さんにでもある、このカーディービーとのコラボが発売されてできてるんですよね。はいはい。はい。前回で言うと、カクタスブランドフリーマーケットとマクドナルドのコラボとかあったんですけど、今回カーディービーと、まあ、その配偶者でもある、ミーゴスのオクセットのコラボらしいんですよね、うん。はい。こういったものが発売されるということで、CM が流れたらしいんですけど。なるほど。はい。日本でこういうね、ミュージシャンとかであったりとか、うん、まあ、いわゆるアーティストですよね。ファッションブランドのコラボのマクドナルドのアイテムって出ないですよね。そうですね、確かに。そうなんですよね。これ見た時にちょっとびっくりしたなって話なんですけど、まあ一応2月の14日にコラボでこういったセットがね、発売されるっていう情報があったんですけど。はい。で、そんなね、本日行われた NFL のスーパーボールのハーフタイムショーで、リアルなパフォーマンスしたんですよね。はい。はい。で、僕ちょっとね、あ、これちなみに、僕のインスタグラムのストーリーズの方で、YouTube のリンク込みで紹介しているんですけど、うん、これ見てたらですね、もらってる写真機のそのパフォーマンスの時の写真になるんですけど、うん、全身赤の衣装に、連れてるダンサーは全員白の衣装やったんですけど、うん、はい。で、着てる服っていうのが、ジャンプスーツの方がロエベで、その上に着てる赤のコートがマルジェラで、これ足元ね、MM6、このマルジェラとサロモンのコラボ入ってたんですよ。まあ、ヒアレスもね、知ってる有名な曲でアムレラってありますよね。はいはい。はい。それ歌ったんですよ。はい。で、それ歌った時に、実は会場に JG が来てたんで、ああ、そうだ。一瞬 JG 出るかなと思ったんですけど、客演なかったですね。まあ、JG のプロデュース。ああ、そうなんですよね。はい。過去のスーパーボールのこのハーフタイムショーって、割と他のミュージシャンとかもこうサポート的な感じで出たりとかするんですけど、今回のこのリアーナのショーに関しては、もう彼女一人だけだったんですよね。なるほど。そうなんですよ。はい。あのね、これ僕らの YouTube の概要欄の方に、NFL から公式のね、この13分間のパフォーマンスが YouTube に上がっているんで、はい、あの URL の方概要欄に貼っときますんで、はい、また気になる方はですね、見てもらいたいなと思ってるんですけど。はい。はい、で続いてなんですけども、はい、エアージョーダン2ローのウィメンズになるんですけども、バーシティロイヤルですか。そうですね。だから8月の10日発売予定ということなんですよね。はい。半年ぐらい先になるんですけど、ウィメンズのサイズの発売ということで、あの、僕が紹介させてもらったんですけど、うん、発売の時期とか明確に出てきてるんですよね。はい。ただこれ、ウィメンズになりまして、カラーの方が、ホワイトと、一部ブラックと、まあ、この、一部ロイヤルブルーが使われているカラーの木画像が出ているんですけど、本当にね、今年、エアジョーダン2ローのリリースが多いんですよね。そうですね。そうなんですよね。はい。はい、続いてなんですけども、エアージョーダン4のサンダーですね。こちらはまあ5月の13日発売予定ということで。あ、そうなんですよね、はい。はい。持ってらっしゃる方の投稿で、海外のスニーカー系サイトに紹介されたんですけど、うん、ちょっとね、面白いこと書いてまして。ちなみにこのエアージョーダン4のサンダーっていうのは2006年にリリースされて、その後2012年に復刻されて、はい、11年ぶりに今年ね、5月に、まあ、リリースされるっていう情報で出たんですけど、うん、最初にちょっとこの写真見てもらえないんですけど、アッパーの部分の使われてる糸がホワイトのカラーが使われてる写真が最初出てきたんですよ、はい。これ初期サンプルでリリースされるんじゃないかって言われてる一足だったんですけど、はい、新たな写真が出てきまして、こちらの方がリリースバージョンということで出てきたんですけど、はい、白い糸からブラックの糸に変わってるんですよね。ああ、なるほど、はい。で、このブラックの糸を使われてるんですけど、もともとね、2006年とかに発売されたこのエアジョーダン4のサンダーっていうのは、ブラックの糸が使われたんで、以前紹介されてもらったモデルっていうのは、まあ今年リリースされるモデルじゃないっていう話なんですけど、うん、はい、ちゃんとブラックの糸のバージョンで出るということで紹介されてました。はい。でもね、ツイッター見てると、アママニエールの方からこういった投稿があったんですけど、はい、まず2って書いてまして、うん、その後、これ12ですよね。で、23っていう風な投稿があったんですよ。はい。はい。で、これ見たときに、おそらくなんですけど、3月2日発売予定の、アママニエールと、ジョーダン12のコラボのことかなってちょっと思ってたんですけど、この投稿が出たときに、コメントとか見ていると、3月2日って言ってたんですけど、それより前に発売されるんじゃないかっていう予想とか結構こういうの書かれてましたけど。ああ、そうなんですね。そうなんです、ね、うん。僕らが気になるのは、一応3月2日発売予定っていう以前から紹介されてもらってるんですけど、はい、このアママニエールとエアジョーダン12のコラボのブラックが気になるんですよね。はい。はい、ブラックバーガンディークラッシュは気になるんですけど、まあ、アママニエールの方から、まあ、SNS でこういった投稿があったんで、もしかしたら3月2日より前倒して発売あるのか、
まあ、3月2日発売予定って言われてたんで、それを示唆するような投稿やったかもしれないんですけど、2023とも取れますし、2月の23日を示唆してるのかと思ったりもするんですけど、まあその辺ちょっと分かんないですね。ああ、そうなんですよね。はい、はい、続いてなんですけども、はい、あのスニーカーズアプリの話ですか。あ、そうなんですよね、うん、まあ、以前韓国のスニーカーズの方を開くと、うん、こういったふうにブラックのね、カラーで、うん、スニーカーズのこのアプリアップデートされるっていうふうな情報が出てたんですよ、ね、はいはいはい。でその時にスニーカーズのアプリっていうのはお客様満足度が、まあ、世界的に低いんですよね、うん、あ、でそのお客様満足度を高めるためにいろいろナイキ側が戦略を練ってるんですけど、でそういった中この韓国のスニーカーズアプリのアップデートが近々来るっていうふうな情報をちょっと古い動画の方でやらせてもらってたんですけど、はい、韓国のリークアカウントサイトが言ってたんですけど、この、スニーカーズアプリのアップデートっていうのが若干遅れてるらしいんですよね。あ、そうなんですか。はい、スニーカーが発売された時ありますよね、うん、の、配達のスピードおよびあとお客様を受け取って返品対応になった時の返品の対応をスムーズにするような物流の拠点を探してるらしいんですけど、見つかってないらしいんですよね。あ、そうなんですか。はい、でこれ言ってたんですけど、その今回、韓国のスニーカーズアプリをアップデートした時に前以前紹介されてもらったスニーカーズデイっていう通称の名前についてるナイキダンクローであったりとか出てますか。はい、はい、でこれをね、実はスニーカーズアプリをアップデートされたタイミングでリリースしたいみたいなんですけど、遅れてるんでまだこれがリリースされてないんですよね。あ、そうなんですか。はい、これね、以前にこの2足に関しては8月の8日に発売されるんじゃないかということで紹介されてもらってたんですけど、うん、結構早い段階で半年ぐらい前倒しでこの2足に関してはナイキの方の公式写真が出てきたんで、うん、実は発売が近いんじゃないかっていう話してたんですけど、はいはい、その韓国のスニーカーズのアプリのアップデートに合わせてリリースしたいみたいなんで、多分早い段階でこれ、こうした人が出てきてたんですけど、物流の拠点の場所がまだ見つかってなくて遅延してるんで、これがリリースされてないんじゃないかって取れるような感じもあるんですよね。うん、まあ、あの配送の仕組みといいますか、はい、まあ、あの物流の仕組みを変えたくて、はい、スニーカーズのアップデートの方もそれに合わせてやろうかなと思ってたんだけども、まあ、土地の方が見つかってないというか、そうなんですね、拠点の方がまだできてないんで、はい、まあ、アプリの方のアップデートも遅れてると、そういう話なんですね。ですよ。これは別に日本には影響ないですね。影響はなんもないと思うんですけど。そうですよね。はい。お客様の満足度を上げるために、まあ、これ物流のね、まあ、スピードを上げると言いますか、スムースにやるようにっていうふうに書いてるんですけど、日本だと、これ物流に関してはかなり早いですよね。そうですよね。はい、なんか、抽選とか当たったら、翌々日ぐらいにもう手元に届いてますからね。届いてますよね。かなり、はい、日本は、物流についてはかなりいいのかなって感じで、ね、思ったりするんですけど。まあ、それよりも当たらないことの不満の方が大きいそうですけどね。そうなんですよ、ね。まあ、それは各国同じかなという気もします、ね。そうなんですよね。はい。はい、そういえばですね、今月、はい、15日でしたっけ、はい、85のね、パンダ発売されるんですけども、はい、まあ、オンラインチャレンジもね、僕らしたいなとは思ってるんですけども、はい、明日あたり、まあ、限定アクセスだったりとか、ね、来るのかなって気がしますよね。来てほしいんですけど、来ないですかね。はい、来てほしいですけど。はい。まあ、そのあたりも含めて、また、挑戦もね、はい、15日はやろうかなと思ってますので、実際に僕らが帰っているかどうか、結果の方が気になる方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイドリでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.